アンデル・エレー・ラーグ・エラは、スペイン・ビルバオ出身のサッカー選手。リーグ・アン・パリ・サン・ジェルマン FC 所属。ポジションはミッドフィルダー。元スペイン代表。レアル・サラゴサ、編集バスク実習のビルバオに生まれたが、レアル・サラゴサの下部組織で育った。2008から09シーズン、レアル・サラゴサ B で頭角を表すと、西軍ダ・ディビシオンに属していたトップチームで初出場を飾り、 19試合に出場してプリメーラ・ディビシオン復帰を果たした。2009年8月29日、2009から10シーズン開幕戦の CD テニリフェ戦でプリメーラ・ディビシオン初出場を記録すると、主にトップ下や、両、サイドハーフとして30試合に出場し、12月6日の RCD マジョルカ戦で初得点を挙げた。2010年5月9日のヘレス CD 戦でも、 得点し、14位での残留に貢献した。2010から11シーズンは、ホセアウレギオ外監督が、シーズン途中に解任されて、ハビエル・アギーレ監督が就任したが、どちらの監督にも、レギュラーとして起用され、2009から10シーズンと同じ30試合出場に得点の成績を残した。2011年2月7日、アスレティック・ビルバオとシーズン終了後に5年契約を、 交わすことが内定した。アスレティック・ビルバオ、編集2011年7月1日、アスレティック・ビルバオと正式に契約し、生まれ故郷に戻った。マンチェスター・ユナイテッド・ FC、編集2014年6月27日、ビルバオアエレーラが、自身の契約解除金3600万ユーロを支払い、マンチェスター・ユナイテッド・ FC へ移籍することが発表された。 契約は4年と1年のオプション付き。2014から15シーズン、編集プレミアリーグ第4節、QPR 戦で自身のプレミアリーグ初ゴールを記録。第5節のレスター戦ではヒールキックから自身のプレミアリーグ2ゴール目を記録した。第26節のスウォンジー戦でもゴールを記録。第31節のアストンビラ戦では2ゴールを記録し、 その試合のマンオブザマッチに選ばれた。第37節のアーセナル戦では、ボレーシュートをゴールを決めた。2015年1月4日、FA カップ3回戦、ヨービルタウン戦では振り向きざまにシュートを放って、自身の FA カップ初ゴールを記録。同大会5回戦のプレストンノースエンド戦では、同点ゴールを記録し、チームを勝利に導いた。 チームの月間 MVP に2月と4月の計2回、選ばれた。2015から16シーズン、編集 UEFA チャンピオンズリーグ予選のクラブブルフヘ戦で1ゴール1アシストを記録した。プレミアリーグ第5節、リバプール FC 戦では、ペナルティーキックを決め2015から16、シーズンプレミアリーグ初ゴールを記録した。第9節の対エートン FC 戦では、 マルコスロホからのアーリークロスをヘディングで決めてシーズン3ゴール目を記録した。2016から17シーズン、編集2017年4月15日、第33節のチェルシー FC 戦では1得点、1アシストの活躍で、首位のチームから勝利を挙げた。5月17日、マンチェスターユナイテッドの年間アワード受賞式でファンが選ぶ。 年間最優秀選手賞に選出された。ヨーロッパリーグ決勝のアヤックス戦では MVP に選ばれる活躍を見せ、チームの優勝に貢献した。パリ・サンジェルマン、編集2019年7月4日、パリ・サンジェルマン、FC と5年契約を締結、2月15日のアミアニ SC 戦で移籍後初ゴールを決めた。移籍初年度は3冠を達成した。 U-21 スペイン代表でプレーするエレーラ2011年6月デンマークで開催された UEFAU-21 欧州選手権に出場した。ルイス・ミージャ監督によってレギュラーに起用されグループリーグ初戦の U-21 イングランド代表戦ではハンドの反則があったではないかとの疑惑の残る得点を決めた。 決勝の U-21 スイス代表戦では41分に、ディダクビラのクロスにヘディングで合わせて、先制点を決め、優勝に貢献したマンチェスターユナイテッドパリ・サンジェルマン。ありがとうございます。